日本代表がデュッセルドルフでアメリカとかエクアドルと戦ってた時に、はいはい、アンダー21日本代表もヨーロッパ遠征行ってたんですよ、ね、そうでしたね。スイス戦、イタリア戦って感じだったんですけど、イタリアの方に行った時に、神田選手がチームからちょっと抜けて練習場にいたという話がイタリアメディアで上がったんです。しかもその隣にいたのが、山形の強化部の渋沢大輔さんのお二人がローマの練習場にいたよってのが上がってまして、もしかしたらあるかなと思うのが、すでにここまでの話になってて、遺跡じゃねえってちょっと考えづらいなと思っていて、まあもちろん破談になったってケースもあると思いますけど、結構本人が練習場まで行ったとかのレベルになってきて、さすがに行かないってケースは多分ないと思うんですよね。冬の移籍市場で、モンテディオ山形からもうローマでしょ、神田選手は。J2 のレギュラーシーズン限定で考えたら10月の20日ぐらいで終わるんですよ。もしかしたらプレーオフ行けなかった場合とかだったら、1月からちゃんと試合に出るために2ヶ月間準備で行くとか、あるんじゃないかなっていうのが。もう本当にもっと言ったら、まずローマで2、3ヶ月練習した後、レンタルでどっか行くんじゃないかっていうのもちょっと思います。